真見ながら、多分今泣いてねーよって突っ込んだ気がする。ハーチャモの、ハーチャモクッキングはね、ハーチャモのマミーとハーチャモのお姉ちゃんに支えられて、いつも作っております。というわけで、これを今から切りたいと思います。これをそのままね、切ってケーキの上に乗せたいと思います。こちらにね、すでに出来上がったケーキがありますね。さっきのアートも、この誕生日になりました。みんなのおかげで。このケーキはですね、ハーチャマ卵アレルギーなんで、いつもね、ハーチャマクッキングのお手伝いをしてくれてるママとお姉ちゃんにね、あげたいと思います。ハーチャマ今日誕生日だけど、ママとお姉ちゃんにね、プレゼントとしてね、ケーキをあげる絶対喜んでくれる。あげたいと思います。ハーチャマ、イチゴだけ食べよう。イチゴだけ頑張って作った。ケーキはうめえな。